それではこれから生田高等学校の研究事例について発表を行います。根津と申します。よろしくお願いいたします。生田高校の研究ですが、発表内容はこの順番に従って説明をさせていただきたいと思います。でまずですね、なぜ21世紀型学習スキルの育成と実践というこのテーマを選んだかといいますと、生田高校は平成26年から神奈川県の MyCT の利活用推進校ということで、割と他校に比べると ICT を使った授業を実践していたという経緯があります。で、ここの ICT を使った授業でですね、今一つ生徒がですね、ICT をここに書いてある通り、自らを表現できる武器として活用しきれていないという、道具として使えていないという、そういう状況を改善したいという、理由で、このテーマを選びました。でまず21世紀型スキルということで、ここに示した通り4つの分野に分かれているんですけれど、いろいろ21世紀型スキルの定義が広いので、生田高校としては2番目のですね、仕事の方法についてですね、これを重点的に授業で取り入れてということでやっております。で仮説のまずその仕事の方法の中で仮説の設定ということなんですけれど、まず生田高校ではですね、問題解決型共同学習、新タイプのですね、大学の受験も意識して問題解決型共同学習を通して、生徒が効果的に ICT を利活用する能力を育成できるというこういう仮説を、立てました。でそれをさまざまな事例で検証していきました。具体的な取り組み内容に移らせていただきます。真ん中の写真はこれは何をしているかというと、私科学の教師なんですけれど、実験を行って、それはタブレットを使って写真を撮り、それで共同 Google の後で説明しますけど G Suite を使って、共同でレポートを作成するというそういうことを行っております。はい。で問題解決型共同学習というと、何をやっても問題解決型共同学習になるんじゃないのと私自身も思っていたので、独自のですね、定義付けをまず行いました。それから、とりあえずはいろんな業界、いろんな場面、いろんな単元で、ICT を利活用して授業やってみようということで、さまざまな実践を行っております。それから授業以外のことをロングホームや総合的な学習の時間でも ICT を使って、事例を積み重ねました。それから最後、当たり前といえば当たり前なんですけど、公開研究事業の充実ですね。教科ごとのグループディスカッションを行って、行うことが非常にこの充実につながるということも実証できました。それではまず問題解決型共同学習、生田のでの定義っていうのはどういうふうにしたかと言いますと、ここに書いてあります。他者との共同作業によって深い学びを実現する学習というところです。で深い学びのところが一番ポイントになり、ここが最も難しいところ、問題解決型で他者との共同作業は割とできるんですけど、それによって深い学びができているかっていうところを、非常に、研究をしているところでもありました。それから実践事例を積み重ねたところで、次のスライドに示します、問題解決型の共同学習モデル図、ここもちょっと難しいところだったんですけど、これを作成することができました。で実践事例についてはですね、いろんな事例があって、とてもここで時間の関係で紹介できないので、研究成果報告書の方を見て、後でゆっくり見ていただければと思います。それからどんなものを使っているかというと、今お話に出た Google の G Suite ですね、それからロイロノート、どちらかの学校も使ってたと思いますけど、ロイロノートスクールを、たくさん使っていろいろ ICT の取り組みをしておりました。でこれがですね、生田高校での実例の、実践事例をこの仕事の方法のところで、分類分けをしたモデル図になります。でこの図の特徴としてはですね、数学とか理科とか、
体育とかそういうふうに教科ごとの分類はしてないところかなと思います。活動内容、事例ですね、事例によって分類してありますので、これを見ればどの教科でも取り組みができるよということになります。事例のこのモデル図を使ってから、本校ではこれに沿って、こういうところが伸びていくんだねということを確認しながら ICT の授業の実践をしておりました。でこれを見ますと、仕事の方法についていろいろ研究をしたんですけれど、当然といえば当然ながら21世紀型スキルのですね、思考の方法、仕事の道具にも波及する効果があるということが分かります。で特に思考の方法についての関連性がですね、この本校で研究している深い学びと結びついているのではないかと思われます。でこれをですね、文部科学省の学習モデルに当てはめたものがこれで、これを見ます と、本校の実践としては対話的で深い学びを重視した事例が多いなということが図でわかるかと思います。でその他の事例なんですけれど、例えば授業以外では部活動ですね、部活動ではいろいろなことを行っておりまして、例えば部活G水筒などを使って連絡掲示板みたいなものを使ったりだとか、あるいは私科学部の顧問、後でちょっと話をさせていただきますけれど、観測データっていうのがあって、それをですね、生徒がスマートフォン入力をしていって、そのデータを共有したりだとか、それからプレゼンに使ったり、それから特にダンス部ですね、それを自分の踊ってるシーンを動画に撮って、それで後で振り返りに使うなどということもしておりますし、あとは家庭の教員を中心として ICT だけではなくて、ICT を利活用したものをベースとして、で事業改善につなげていくというふうに研究をしました。あとはですね、この ICT の利活用に関してはプロジェクトチームを立ち上げたりだとか、それから教員の方の公務では朝の打ち合わせの内容をですね、今まで黒板に書いてたのを電子掲示板を使ってやるというふうにして、かなり楽になりました。でこの写真がですね、プロジェクターがそんなに台数がないので、予約が結構いっぱいになってしまいますが、これは G スイートの、スケジュールですね、そのカレンダーを使って予約をしているという写真です。はい、で研究の成果なんですけれど、これアンケートを行った結果、いろいろ ICT に関する項目があって、特にですね、この2つ ICT を利活用してグループで情報を共有しながら、問題を解決できると、問題を解決するために必要な情報を整理し調査実験などの計画を実践できるというところが非常にポイントが高かったです。5段階にして 3.8 ぐらいにあったので、他に比べると非常に肯定的な回答が多かったということが見られます。であとはですね、目に見えないところで、事業担当者の手応えというのが、かなり違ってきたと。例えば古典の A でですね、ジグゾー法を使って源氏物語を題材にして、グループ学習をさせたんですけれど、紙を使ってやったのと、それから ICT ですね、タブレットを使ってやったもの と、2種類やったんですが、ICT を使った方がやはり生徒すごく活気があるんですね。自分の意見を紙だと、しっかりなかなか伝えられないところを、ロイロノートなどを使ってしっかり伝えられたのと、あとは聞く態度も非常に ICT を使った方がよくって、でとても活発なコミュニケーションが ICT を使った方が見られたというふうになります。あと私授業やってて、タブレット使わないと生徒がっかりしたりだとか、そういうこともあります。あとですね、環境に関する世界的なプログラムがあって、その研究を本校が文部科学省の指定でやってるんですけれど、つい先日その国際会議アイルランドで開かれてですね、生徒を5人連れて私も引率しました。もう最初から最後まで ICT だよりですね、まずは英文にするところも Google を使ったりだとか、プレゼンもそうですし、データ分析だとか全部 ICT を使ってやったので、結構道具として活用してるのかなと思います。はい、で、ICT の成果としては、21世紀型スキルにおける仕事する能力が、
なかなか向上したと。それから、まあ学習意欲やコミュニケーションの向上も見られたということが検証できました。まあ、取り組み後の変更なんですけど、教員側も生徒側も非常にまあ効果的に使ったということが言えました。ちょっと時間がない、はい、で今後の展望としてはですね、まあ、BYOD というのが出ていたんですけれど、どうしても個の部分が弱いので、やはりしっかり1人1台使わせて、今度は ICT に利活用に取り組みたいというふうに思っています。まあ、女性事業から得た気づき学びということで、まあ、教員の意識も変わりましたし、それから教科単位ではなくて 事例として分類図を作れたということもあります。ということで仮説が検証できたということが生田高校で実践できました。どうもご清聴ありがとうございました。